鳥取県庁舎は、鳥取県鳥取市東町にある広域自治体たる鳥取県の役所の本庁舎である。現庁舎は1962年に9億7000万円の建設費をかけ、延べ床面積約2万3000平方メートルの地上7階、地下1階の本庁舎及び公道、議会棟を L 字型配置して建設された。 さらに1981年議会棟別館が建設された。場所は JR 鳥取駅から徒歩20分の鳥取市東町一丁目の若狭街道沿いで、周辺には鳥取地方裁判所、鳥取県警本部、鳥取県立図書館などがある。県庁前の交差点から見て正面に議会棟左手に本庁舎、右手に第二庁舎、本庁舎と、 議会胸の間をつなぐ形で、行動、議会胸の後ろに、議会胸別館が立っている。また、第二庁舎の後ろには、警察本部庁舎がある。知事室、元気づくり総本部、総務部、会計管理者、生活環境部、暮らしの安心局、福祉保健部、子育て応援推進局、健康医療局、商工労働部、雇用人材局、地域振興部、 観光交流局、県土整備部、農林水産部、鳥取農業戦略館、森林林、業振興局、水産振興局、市場開拓局、行財政改革局関西院、人事委員会、労働委員会、教育委員会、危機管理局、企業局、職員組合、県庁食堂病院局、県議会、総務部、会計局委員会室、会議室、応接室、 図書室、政党、会派控室、情報センター本庁舎、議場、議会棟に囲まれた位置と本庁舎前提が庁舎の庭園となった。本庁舎前提には日本画家、菅立彦による大事をもとにした石碑がある。同敷地内にある鳥取県警察本部庁舎鳥取県警察の本部庁舎が同じ敷地内に位置している。刑務部、生活安全部、 刑事部、交通部、警備部、県民ホール、中国管区警察局、鳥取県情報通信部1885年春行の、鳥取県庁舎鳥取県、鳥取県庁舎耐震補強整備事業、鳥取県 2009ABCDE、県庁舎耐震補強工事の概要、鳥取県2017年9月11日閲覧。 ABG、DHT、TPS、コロンスラッシュ、スラッシュ、WW、W、C、G、R、ML、IT、G、O、JP、スラッシュ、CT、C、スラッシュ、テック、デーブ、交流、T、スペース、論文、PDF、二十二鳥取、二十二鳥取、四から二、PDF、ハット、本庁舎の案内、鳥取県、二千十七年九月十一日閲覧。 鳥取県広報平成13年4月27日第7276号鳥取県2017年9月11日閲覧 ABCDEFGHIJ 県政の主な出来事年表鳥取県2017年9月11日閲覧 AB 鳥取県総務部映像化 鳥取県県有施設中長期保全計画平成29年2月。鳥取県。2017年9月11日閲覧。第2庁舎の案内。鳥取県。2017年9月11日閲覧。AB、議会旨、議会旨別館の案内。鳥取県。2017年9月11日閲覧。アクセス、お問い合わせ。鳥取県議会。 2017年9月11日閲覧。日本庭園市体系現代の庭日本庭園市、体系観光会社会奏者、鳥取県警察、鳥取県警察本部。2017年9月11日閲覧。鳥取県警察本部庁舎、前田建設。2017年9月12日閲覧。警察本部庁舎の案内、鳥取県。 2017年9月11日閲覧。AB 日建連耐震改修事例集鳥取県庁舎。日本建設業連合会。2017年9月11日閲覧。県庁舎耐震法強工事に関するお知らせ。鳥取県。2017年9月11日閲覧。第15回公共建築賞の決定について。公共建築協会。 2017年9月11日閲覧。2016.06。鳥取県庁舎が公共建築賞優秀賞を受賞。体制建設設計本部。2017年9月11日閲覧。ありがとうございます。